Hey, wanna play? ホラーバーサクリファイスです。今回紹介する映画はこちら、流星よりの物体 X。 この作品は1951年のアメリカ映画です。1951年の作品なんで、もうかれこれ65年以上前の映画。簡単なあらすじを紹介すると、アラスカの科学研究所は謎の飛行物体が落下したと報告を受け現地へ向かう。現地へ到着したヘンドリー大佐たちは氷に埋もれた円盤を発見する。氷から掘り起こすために爆弾を使うが、円盤もろとも爆発してしまう。他に何かないか調べると、氷の中に人のような物体を発見。氷ごと物体を基地へと持ち帰った。っていうお話。この映画は1982年にジョン・カーペンターっていう監督が流星からの物体 X っていうタイトルでリメイクされて、まあ、現代人にはそっちの方が有名かもしれません。僕自身この作品を知ったのは藤子不二雄の漫画道っていう漫画で、この流星よりの物体 X っていうのを鑑賞して漫画を描くっていうお話があって、それで存在を知った感じです。今回の映画もう古い映画なんで、特殊メイクとかスプラッターシーンとかはもうほぼないんですけど、もう昔の映画ならではのなんかこう舞台感とか、こうモノクロならではの質感とか、なんかこう昔の映画を見たなって感じになる映画です。今回の流星よりの物体 X、おすすめシーンを紹介すると、やっぱりこう物体 X が登場するシーン、この物体 X が登場するシーンは全部で3回あるんですけど、それの2回目、灯油をかけて焼き殺そうっていう時のもう火の勢いがすごい、もう絶対ほんと何人か火傷するだろうっていう感じのこう狭い部屋でボンボン火が燃えて、かなりねすごいシーンだと思います。あと個人的に好きなシーンは、飛行中に航法番号を読み上げるシーン、629-49 regarding item 6700 extract 75131。 かなり流暢に番号を読み上げるんで、もう一人のパイロットがツボって、もう一回言わせる。 Did you say the number that bulletin was? 629-49 item 6700 extract 75131。 Oh, that one.そのシーンは、まあ、自分自身もつぼりました、今回のこの流星よりの物体 X、 もう超有名な映画なんで、もう世界有名映画シリーズみたいな、なんかこう安い DVD みたいなシリーズで出てたりもしてるんで、多分レンタル屋さんにも軽く並んでると思いますんで、まあ、興味がある方は見てみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で、また追って報告する。